1枚、Q シート。あ、大丈夫ですよ。少しゲストなんで。あ、テスです。入る？あ、オッケーです。20秒前です。入ってるね。お、あ、俺参上。ブルガリさん。俺できたぜ、俺参上。すごい、ブルガリさん。10秒前です。9。最近ブルガリさんね、僕の番組。7。きちんな。5秒前。4、3、2、1。皆さんこんばんは。7月23日土曜日午後10時を回りました。イエイ、キャプテンにマカチョウケイのお時間です。なんとキャプテンにマカチョウケイがですね、はい、月曜日午後4時からこの時間に引っ越しました。はい、引っ越しセンター引っ越しセンターってね、もうちょっとすっかりね、うん、外は暗くなっておりますが、うん、この FM 宜野湾のスタジオからですね、うん、はい、パワーアップしてお届けしていきたいと思いますので、もう何でも言うたるぞ、夜になったらな怖いで、怖いな覚悟しとけよよろしくお願いいたします、はい、このお時間のお相手はやらあゆみとパワーアップしたキャプテンでございます。毎度おなじみディレクターの D ですお願いいたします。毎度おなじみって三つどもえでねやっていきたいなと思ってますが、ます、はい、今回もですね素敵なゲストにお越しいただいておりますうん、うん、自己紹介お願いします。はい、ゲストで伺いました、よしえです。よろしくお願いします。見事に離婚されたようで先月ね、先月ね、あ、身軽になりましたよ。身軽になりました。もうおなじみになりましたけども、ね、足軽という足軽フットワークをね、軽くね、軽くね、はい、そう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 、やっていきたいなということですけれども、はい、そしてですね、夏休みにもうね21日から入ったっていうことで、うんうん、今日のテーマは、はい、あなたの夏の目標、はい、そして宿題はということで、はい、皆さんのメッセージもお待ちしております。はい、はい、なんとですねこの時間は FM 小里とも連動して、うん、同時生放送でございます。金に物を言わせて俺が小里と宜野湾を買い取ったはい、ということで本当に FM 小座とね、はい、FM 宜野湾同時で、生放送しておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんで、ね、メッセージの方もお寄せください。そうですよ、共通のアドレスですね、797@fmgino1.com、797@fmgino1.com、 すべて小文字でございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。うん、あのブルガリさんなんかはね、はい、さあ島ネタ枠と行きましょうかっていうあゆみちゃんはね、まあ、結構宜野湾とか小座でも有名なくらいね、うん、あの下ネタに弱いと言われてますから、僕がここでね、有名なんですか、有名ですよ、あれですよ、あのアジクターラジオとかでもね、はい、DJ モーリーさんとかがねもう下ネタね、ゲストとか言うとあゆみちゃんが困ってるともうあゆみちゃん困ってます、固まってます、僕が鍛えてあげますよこの時間帯から覚悟しとけよ怖いですね、本当にねどうなることやらって感じですけれども、はい、もう皆さんね、夏暑いですね、夏本番、もう今日俺溶けそうになった昼、うんうんうん、本当にねもう夏バテね、毎回昔しそうなんですけれども、うん、D はどうですか、ずっと夏バテないな、ね、いや年中ボケっとしやがっていやいや、そんなことはないですよ愛してるよどうもこの時間になってもやるんですね。そう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 。ね、本当に、ね。この時間帯の方がやりやすいね。うん、そうですね、うんうんうん。まあいいんじゃないの。うん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 、今日はあれですか？夏休みに入ったから、なんか目標がなんかあるんですか？あなたの目標、夏の目標と宿題はということで。はい。テーマ。後ほどね、はい、いっぱい皆さん。なんや、俺早とちりかまた。もう前のめりすぎた。ねえ、ブルガリさんからまたちょいと私今から。飲もうかな、うん、バイヤ、ね、バイヤグラ、あおブルガリさん最高 や、 いやあれバイヤグラ気ぃつけてや、あれ心臓弱い人飲んだら、心臓発作起こすからね、でもね、うん、実際にね飲んだ人に聞くとねやっぱり効くらしいですよ、はい、あ、そうなんですか、うん、なんでね、性というものをねバカにしてはいかん、
あの性ってねやっぱり人間の三大欲望でしょ、うん、食欲性欲睡眠欲ってあるんですけど、うんはいはい、やっぱりねその3つのに関わる仕事をしてると会社をしてると潰れないっていうからね、うん、あそれくらいだから需要があるっていうことなんですね。いやそうですよ、やっぱりあの人間ね動物ですから、うん、やっぱりその本能というのがありますからね、うんはいうん、あの僕は賛成ですね、うん、なるほどねどんどん飲んでください体を壊さないすごいですねブルガリさんね、はい、本当に。そして町尾さんからはキャプテンお手柔らかにって来てますけど、うん、いや今日はパワーアップしてるぞパワーアップあれなんかナイトガレージでもこんな感じなんですか。いや全然いや、ね、もっと言うなればあれ、うん、いやあの先週私、うん、あゆみちゃんがお休みで、はい、キャプテンマカチョウケ私が代わりにさせてもらいました、はいはい、でこの前の番組ニュース私やってるんですけど、うんもうね、全然キャプテンのテンションが違いすぎて、はい、めっちゃ腹立つもうね、先週もうキャプテンもうめっちゃテンション低くて、はい、もうビーチから今日は生放送って言ったあのねあっそうとか言うあれなあのガラスやねん前がなるほど、はい、ほんでなんかビキニのギャルがさ、うん、ウォーサーをしてるわけやじゃあもう集中できなかったそう集中できへんねんボラッとしてしまってさそやのにさあの、あっちにおる D はさ、はい、なんか天皇のね、あの体、ね、生前体について、なんか右じゃないですけれどもとか、なんか天皇のこと熱く、ね、天皇さんのこと熱くね、語ってるわけですよ。D ってそんな感じだったの？そうなんですよ。だからよくわからない感じで、ぼーっと、なんか1時間過ぎてしまって、そうそう、あっという間に終わってしまって。なんかあっという間に終わって。この暑い日差しでまたぼーっとしてたかもしれないですよね。ぼーっとしてますよ。まあ、もうビキニギャルがね、一番ね、はい、そうそうそう。燃えましたね。ちょっとそれにちょっとちゃって、行っちゃってってまたあんたの方が危ないわ。ラジオに集中できなかった。ほぼ引っ掛けましたよ。僕は。はいはいはい、あ、ねブルガリさんから早速いやいやキャプテンの気持ちは同じ男として分かる気がする笑いっていう。いやこの間のあの何やったっけトロピカルビーチ、はい、結構ねビキニの本当にねそうそう露出した方が多くてですね、うんはい、サングラスかけてたからちょうど良かったんですよ。ガン見してても分からないんですよ。だからもうずっと僕ガン見してましたもん。え、それ仕様にあのサングラスを持っていたんじゃないですか実際、ね、じゃなくてそんなつもりじゃなかったけど ね、 なるほどね。すごいねよくてね。そうだからねもうね会話がおろそかすぎて集中してそうあのだから D からの質問にえそれ何の意味って言いましたもうね質問も聞いてなくてあの再度聞き返すみたいな。わかりやすいですね本当にね。もう今日の集中力の違いにもう激しく嫉妬、うん、いややっぱりねあのパワーアップしてますから本当ですね。でねこれも、はい実はね、あの月始めからしようっていう話あったんですけどね、うんうん、いろんなその皆さんの予定とか、はい、いろいろありましてね、うんうん、で今日からっていうことになりましたんでね、はいはい、ですね、うん、ね10時からになりましたので、うん、ぜひぜひ皆さんもメッセージどんどんね、うん、送っていただきたいと思います。じゃあ、ね、あのあゆみちゃんからにお願いしたいんですけどね、はい、あゆみちゃんにね、はい、激しいツッコミお願いしますでこれ誰かがツッコまないともうちょっと大変なことになっちゃうから、ね、僕ド S のド M ですからあ、はいはい、そうなんですか。公言してますよド S のド M です。えどういうことですか、はい、ド S のド M って。いやだからもうド S で言っといてでもド M にもなるんですよ。あなるほど、はい、ちょっとメリハリをやって。あ、なるほどですね、はいはい、メリハリすごいどんな、ね、トークなんでしょうかこれは、うん、はい、ということでですね早速、はい、夏ソングにね行きたいなと思うんですが、はい、サザンオールスターズで勝手にシンドバッド。これはもう夏ソングのね、そうですよ、もう本当にね、うん、名曲っていう感じで今の僕と一緒ですよ、うん、勝手にシンドバッドしてるでしょ勝手に言ってるでしょ皆さん。なるほど、ね、置き去りにして、はい、キャプテンだけにじゃあ勝手にシンドバッドでいきましょうか。そうです君たちすっかり気遅れしやがってでは D お願いします、はい。オープニングで やっぱりね移動して引っ越しですから。そうですね、やっぱりねあの冠番組ですからねやる気が違うでしょ。やる気が違いますね、うん、本当やっぱね僕はね、うん、この素人それではお一人お一人の、テーマをちょっと見ていきたいと思います、はい、にもよろしくお願いします。僕のね素人の僕がラジオに出たきっかけになった番組ですからねやっぱここは大事ね。大事ね、はい、本当一本をね大事に取っていきましょう。僕だけ赤でしょ本当だ。おめでたい赤です。すごい似合いますね赤のマイクが、うん、でも 鼻すする音がちょこちょこ入ってそうそう鼻苦しい皆さんチッキーして鼻込んでごめん鼻セレブ持参っていうのすごいですね。セレブではないけれども、うん、鼻セレブあの関西姉さん関西姉さんあれが噂の関西姉さん。そうそうそう、確
目標な、うん、怖い、なんかあの砂かけ場みたいな怖くない、あれ何モチーフなのだろうね、突っ込みやあの感じで、じゃあじゃあじゃあ、なんか本当に最初本当にそういうおばあさん、おばあさんみたいなのがいるかと思ったんですよ、ほんと砂かけババみたいな、砂かけババ、すごいあゆみちゃんさ、何をモチーフにしてるの最近ちょっとすごい突っ込みも良くなったいや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 、砂かけババ確かにそうよやばいな、砂かけばばそう、でも本当にパッと見、私なんかすごい、なんかなんていうんですか、お年を召した方がいらっしゃったのかなと思って、本当に夜更かししてな、お年を召した方がそうえー、と思ってびっくりして、すごい関西姉さんですよこれが噂の関西姉さんか、関西姉さんっていう方をあれしてるんですか、え関西姉さん、あれ関西姉さん、 あれで占いしてんねん、どういうこと、朝10時からやったかな、うん、なんか司さんが、そうそうそう、今はもうあれなんで時間的に出れないので、占いできるんですか、いやいや、そういうキャラクターで、キャラクターで、キャラクターで、なるほどなるほど、すごいな、うん、ほら胸騒ぎの子しつきやろ、やっぱりね、こういう風にね持っていかんとね、夜やからなんか無理やりテンション言わないから大丈夫ですか今日終わった後ガクッてして、明日のジョーみたいに行くわけや、ハイになってこうやってあの、ジョーってジョーのな、なんかその明日のジョーこうハイになって、うん、ジョーとかいう歌あんねんそれかけてくれへんから、もうじゃあ明日のジョーもうハイになるし立つんだジョーっていうやつ、まあ、増員されたんです、増員、そうですよ、うん、大塚さんは結構ね、いろんなところにね、初めてですよ、でも、最近ナイトガレージで組み立てしたりとかしてですね、エレンコザンジもよく使ってますよ、大塚さん、うん、うん、小さんの方にね、県外の方ですよね、あ、そう、埼玉、うん、どこの方だったかな、埼玉、埼玉とか、うん、あ、埼玉、あ、そうだそうだ、埼玉の、上尾じゃなくて、新座市、新座市の方です、すいません鼻が出ております、かまりません、うん、あのこの鼻の中にはね、黄色ブドウ球菌っていうのがあってね、食中毒の原因なんです、だからあの食品会社の人たちは鼻かんだ絶対手洗わなあかんんですよ、黄色ブドウ球菌っていうのがお、ついかまだか、D は2週間に1遍来るの、まあ、来れるときに2週間に1遍は確実に来ようかなと、ほんま、うん、ねえ、そのなんか社長的ないやいや、そう、うん、よし、うん、来れるときは極力、うん、ありがとう、うん、最近今日はザキヤマくんのちょっと腕も見たしね、そう、うん、見た、うん、キラリと光るものを見た、やっぱり教えてるのが D だからね、そうね、だからちょっと D チックやね、確かに確かに、はい、8、7、はい、土曜日午後10時に引っ越ししました、キャプテンにマカチョウ系でございます、僕あれですよ、松本引っ越しセンター あの社長の息子さんね、はい、創業者の息子さんと一緒の高校やったんですよ、あ、そうなんですか、でもねこれ残念なことにね、はい、あの自殺されたんですよ何年か前に、で、まあ、ちょっと残念やったんですけどね、うん、はい以上すごい今何情報ですか、いや引っ越しって聞いたら松本引っ越しセンターね、なるほどね、ジョーさんの方がもっと好きですってあるでしょ、うん、なんかね、本当にいろんなね、うん、同級生をお持ちですね、終わり、ごめんね邪魔して、あの大塚さんからですね、そうです、新座市です、6月10日に FM 講座見学してから全番組で読まれるのを目標にしていますということで、あ、じゃあ大塚さんはこの夏の目標がそれっていうことですかね、なるほど、はい、ありがとうございます、うん、今日のテーマはですね、夏休みに入ったということで、あなたの夏の目標宿題はということで、すいません、はい、先ほどフライングしまして申し訳ございません、はい、皆さんのねこの夏やっておきたいこととかありますか、はい、ということで、ぜひぜひ皆さんメッセージの方お願いいたします、はい、ではキャプテンはいかがですか、はい、僕は8月から仕事またしません、何も、
決まってます引退宣言いや違う違うあの僕あれなんですよ、はい、去年の8月からまでは遊んでたんですよずっと毎日喫茶店に行ってたんです、はい、でずっと僕はあの、まあ、会社ね、はい、前に自分が設立した会社の監査役になって、はい、監査役の報酬だけ年間に一遍もらってそれでまあ細々と暮らしてたんですが、うん、8月にちょっと会社を立ち上げました、うん、それが1年間ねちょっといろいろ忙しくてですね、はいはい、いろんな部門もできまして、はい、でまた8月からね、うん、ちょっとあの新たな、うん、商売をしますので、うん、それをもう肩はつけてきましたので、ねうん、8月からまた1年間、はい自宅に引きこもりますあじゃあそれはもう監査役として、はい、っていうことなんですかね、まあ、そうですね新たな会社、まああのまあ吉江さんもはじめね、はい、優秀な社員さんがたくさんいらっしゃいますので、うんはい、僕はお任せして僕は引きこもりますじゃあラジオの時だけ外に出ます、うん、なるほど、はい、じゃあこの、ね、丸1年経ったっていうことで、はい、もうちょっとリフレッシュというか休息に入るっていうことですかね、はい、漏電に入りますたっぷり、ね、充電していただいて、はいはいはい、でそしてこの、ね、ラジオでは、ね、思いっきりねそうですね下手ばっかり言うたるぞ、はい、あゆみちゃん困らしたるぞやだそのために10時に移動してるからねそのためなんですね、うん、だってここの、ね、FM ギノワンの社長の山内さんがね、はい、あの遠回しでね、はい、遠回しでマカ長兄は夜の方が生きると思うんだけどなの一言で僕はもうこっちに、はい、そうなんです ね、 移動しましたね。じゃあ社長もこうやって言う、はい、そうですね昼間に出るなということ遠回しにそう遠回しに言われたから ね、 ね、うん、もうそのね下ネタを言った時は D、はい、あのよろしくお願いしますね、はいはい、かなりの苦笑い。大丈夫です。DT いかがですか、はい、この夏の目標とか宿題自分自身になんかやっておきたいなと思うこととかってあります？今年こそ海に行きたいなと思って。え、去年はお前沖縄人やろうが。なんだろう、まあ、海行くっていうよりかなんかもっと海を楽しみたいなと思ってーバーベキューしかりとか、はいまあ、じゃあビーチパーティーとかなかなか去年はできなかった、ね、去年は行った記憶がないですね、うん、あそうですか、はい、なんか政治家みたいなこと言ってますけどね記憶にございます記憶にないですねこんなにね近くにありますからね、はい、でも沖縄ってなかなかねあの海が近い分ちょっと眺めるだけに終わっちゃったりとかね、うん、危険生物もいるでしょクラゲとかねどうしてもね、うんうんうんなるほどね、あとは何だろう車かよ、はい、車車まあ買いたいな止まりかもしれないですねローン組めローンローンローン地獄に落ちれ怖い怖いもうねえキャラがつかめないです、ね、君に言われたくないすごいもうねこの二人に挟まれてねどうしたらいいかって感じですけどもういい感じのサンドイッチになってますからね、はい、あの大塚さんからですね、うん、ザキヤマ D さんってひろきさんですかって来てますが別人です別人ですねひろきさんはヨナミネ D ですね、はい、そうですねヨナミネさんですね、まあ、あのこういうじゃあ別にまたザキヤマ D さんって方がいらっしゃるそうです、はい、あのあちらに新人のねそうそうそうはいあの眼鏡かけたね、うんうん、あなるほど、はいはいはい、あの方ですねゆうちゃんですよゆうちゃん、うん、あなるほど、はい、でまた大塚さんからお株式会社キャプテングループの、うん総資さんね総資さんなんですねっていうことですね、うん、まああれですなまあなよろしくな雑雑ですよねなんで8月からもう僕あれやから隠居するからうん、8月ってもうじゃないですか。だからもう、ね、今週いっぱいで僕は冬眠します。はい。お前ら突っ込めや。夏ですか。そうなんですね。冬眠します。うん、はいラジオ以外でね、うん。だからもっとパワーアップしてきますよ。うん、はい、はい。もうグッてグッてグッチグッチしてるから。怖いですね。吉井さんはいかがですかこの夏の何か目標とか。夏の目標っていうか、うん、あの毎年の目標なんですけど、はいはい、痩せたい。うんあなんか前から結構言ってますね、ま、前回の前の回にも言うとったなそう痩せたいどうやったら痩せるのかなと思って夏、うん、夏はやっぱり痩せたいですね夏ってしかも安い時期じゃないですかって言うでしょう、うん、夏バテとかしたりとか、ね、いや実は違うんですよ冬場の方が痩せやすいんです、うんうん、あの燃焼するから、ねうん、あの冷えた体をね温めようとするから、うん、あの冬場の方が痩せるんですね、うん、そうそうそう実は体温をね上げようと食欲がちょっとなくなってそうそうそれもあるけどねなんかその水ばっかりね、うんうん、飲んじゃって痩せるっていうイメージありますけどもねう、うん、私はね、うん、絶対冬場の方が痩せるそう夏は痩せないんですよで夏痩せなくて秋太るんですよ、うん、
あのブルガリさんが言うてるよ、あの痩せたいなら自衛隊に入ろう、入ろうか、誰か突っ込めよ、ね、入りましょうかね、シックスパックぐらいのカレーのルーみたいな、バキ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 になって脱ごうかな。じゃあでもまあ、うん、あれ自衛隊はね大変ですからね、うん、いやもう大変ですよ、うん、もうそんなね私のダイエットにするなんてもう本当にもってのほかで、うん、まあのまあ、自力でね頑張って、うん、まあ、あのお酒やめたら多分いいんですけどね。あ、なるほど ね、お酒好きなんで、ね、まあ、でも女性の方でもやっぱりね細い方も素敵ですし、うんうん、まあ、ぽっちゃりした方もね、うん、女性の丸みというか、うん、あるんでね、僕はどっちも、うん、素敵やと思います。男性って基本的にぽっちゃりな方が好きじゃないですか。そうですね、やっぱ、あ、でも、うん、ねもうどちらかですよね。で、あのぽっちゃりのラインって難しくないですか。あ、それはね、これはこの人に知ったら、あの太ってるんやけど、うん、その人はぽっちゃりっていう、そのぽっちゃりのラインは何なんかなってあのぽっちゃり側の人間としてはすごい思うんですよ。全然ぽっちゃりじゃないですか。いやいや、本当にぽっちゃり側からしたら、うん、どこのラインがぽっちゃりなのかなって思うんですよ、うん、ね、例えばあの平子梨沙ちゃんとかね、はい、いるでしょ、はい、したら、はい、私からしたら細いんですよ、モデルさんだし。だけども、うん、あれぽっちゃりっていう人もいるんですよ。平子梨沙さんはだって痩せてるイメージですよ、ね、でしょ。そしたらあれですか、ぽっちゃりさんは磯山さやかさんみたいな、あ、ぽっちゃりのモデルとしてあの今売ってるじゃないですか。でもほら渡辺直美さんみたいな人がぽっちゃりっていう人もいるじゃないですか。ぽっちゃりのラインは難しいなと思って。確かにその人によるかもしれない。和製ビヨンセね。そうそう、和製ビヨンセ。そうそう、だからぽっちゃりのラインがどこなのかちょっとよくわからないんですけど、まあ脱ぽっちゃりラインからちょっとね少しこうシュッとしたいな、あゆみちゃんみたいにシュッとしたいなっていうのが。ライズアップ行けよ、ライズアップ。お金ください。そうか、あれ高いもんね。そう、相当高いですね。相当高いですね、うん、あれ、うん、ね、本当に、まあ、痩せるのもほどほどいい加減、そうですね、いい加減だと思います、うん、ということで、うん、いい加減でねやりたいと思います、うんうん、ありがとうございます。大塚さん癒されました。うん、あゆみちゃんは目標、うん、目標はね、あのもう車の運転を極めたいですね。あ、目標は、あ、ちょっとかなりね、あのもう間もなくで、うん、あと3ヶ月後ぐらいですかね、1年ぐらいに経とうとしていて、うん、ですがもうちょっとこのままだったら危ないよっていうのは本当にいろんな方に言われるので、うん、はい、ちょっと慎重に慎重にね持っていきたいなと。あのスポーツカー買ったら、はい、あのスポーツカーみたいな車を買うと、うん、運転がねやっぱりあの速い車を止めようと思ったり、はい、まあ、カーブでも速い、ね、スピードで曲がれるような車をに乗ると運転上手になりますよ。あ、そうなんですね、はい、だから K っていうのはあれ、うん、ちょっとどう言ったんですかね、まあ、ちっこい車だけに、うん、でしかも排気量がないだけに、はい、うん、ゆっくりでも走れちゃうし、うん、で適当でも止めれちゃうでしょ、うん、だからそういうどう言ったんですかね、プレッシャーっていうんですかね、運転に対するプレッシャーが少なくなっちゃうので、うん、逆にね、うん、運転の上達にはも向いてないんですよ。なるほど、ね、あ、でも私も初心者マークで、はい、あのスポーツカー乗ったんですけど、はい、どうでした私の運転。いや、あのね、あの荒いんですよ。危ないんですよ。僕見たんですけどすごいスピード出すんですよ、狭いとこでも。そうなんですか、はい、でも、ちょっと怖いな、うん、でも技術がないかというとあります、うん、あ、素晴らしい。そうなんだ、初めて言われた、はい、やはりね、車が大好きなだけに、はい、やっぱり技術の面でもね、うん、でも横には絶対に乗りたくないです。僕が絶対に運転します。はいはい、なんかもう男性という女性のこの感覚って、ね、やっぱり男性を乗せると隣に結構皆さんやはり厳しいですよね。そうです、あの、うん、あれですよ、あゆみちゃんはね電車の運転とかは絶対上手だと思う。あ、要はレールとかでその上を走る、決まったところを走るのは絶対丁寧に行くと思う。車の運転がそうなんですよ、丁寧なんですよ、すごい非常に丁寧なんですよ、見てて、うんうん、だからあの車っていうのはいろんなとこ行けるし、はい、やっぱりその これが答えてないでしょ、うん、カーブでも、はい、だから戸惑ってるんですよ多分。 あ、はい、あ、なるほど、なるほど、ずっと見てるで。おちょっとゾワ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 、なんや。うん、多分そうやと思いますよ。でどっちかというと、よしえちゃんの方が、結構グッとスピード出しても曲がり方を知ってるんですよ、まあ、車も車やったんですけ ど、じゃあ時には慎重に時には大胆にじゃないですけど、あ、そう、繊細かつ大胆にですよね、まあ、運転はそうですよ。なるほどね、はいはい、なるほどね、じゃあ一緒に運転したらいいかもしれない。あ、そうですね、ここ慎重に2人を足して2で割ったぐらいな感じがいいんでしょうね。うん、
確かに、ね、2人で一緒に ねちょっと一回乗ってみて、ドライブしてみて、交互交互で、ね、何の話をしてるねえ、スピードファイターで、うん、ブルガリさんからなんですが、うん、運転極めたいならシューマッハに、うん、運転、いやシューマッハ死にかけてるでしょ、シューマッハに運転教えてもらおうぜメール来てるらしい、はい、メールも来てますので、では、うん、ぜひあの D お願いします、はい、こんにちはキャプテンアユムさん、ヨシエさん、ヒロキックス D、 今アユムさんって言いましたあ、そういえば今更ですけど、あゆみさんなのかあゆむさんなのかっていうの正直分からなくて、実はあゆみなんですよ、みの方でした、ね、はい、はい、じゃあ失礼しました、よろしくお願いいたします、はい、今更っていうね、今っていうずっとやらさんやらさんって言ってたのであ、うん、でもあゆみちゃんって言ってるじゃないですかね、皆さん、うん、あれですよ、パワーアップしたにもかかわらず仲間割れが起きてる、まさかの今更ながらに名前を間違えられるっていう、まさかスタートの部分君だ、はい、じゃあ続きます、ラジオネーム、はい、今日もおかしな銀のトロンボーンです、今日のテーマ、この夏したいこと、それは勉強、9月の頭に学科試験があり、はい、国家試験の1級間工事施工管理技士の勉強かな、去年は少し点数が足りなくて不合格だったのでリベンジ、 あ、仕事で使う資格ですと来ております、あ、もう一度お願いします、この試験の資格、1級間工事施工管理技士ですね、あ、施工のね、あ、1級やから難しいですよ絶対、僕ちなみにですね、はい、僕いろんなあの30歳以降に免許いっぱい取ったんです、うん、それまで僕営業で、うん、あの普通免許しかかけなかったんですけど、はい、ボイラー2級ね、で、食品衛生、うん、で有機ジャス、有機、あの有機商品を使うね、うん、あ、はいはい、で防火管理者でフォークリフト、はい、いろいろ持ってます、はい、素晴らしいです、資格ゲッターですね、ゲッター、1ヶ月でね全部取りました、たまたまそれあの重なってて、全部取りましたよ、あ、素晴らしいですね、はい、工場ね、職員工場するのにどうしても必要やったんですから、うん、でボイラー2級ボイラーが一番難しかったですよ、あ、そうなんですね、はい、2級ボイラー一番難しかったですね、うん、なるほどね、やはり勉強っていうのは日々ね、うん、できるだけ ね、 いやでもね、働きながらでしょ、うん、だからねそれが一番大変だと思うんですよ、僕も、ね、うん、ほとんど寝なかったですよ、うん、勉強で、やっぱり仕事がまあ8時ぐらいも、9時からだいたい8時ぐらいも残業あったりとかすると管理職やったらやる、はい、なるわけじゃないですか、うん、そっから勉強ですからね、うん、だからやっぱりね結構きついですよ、仕事終わってから勉強ってなかなかできないですよ、うん、もう疲れ切ってるんでね、うん、ぜひね頑張ってほしいです ね、 本当に ね、 あのもうあともう少しで、うん、あのね、点数届かなかったということなので、うん、もう今回のこの夏はねぜひ ね、 ね、はい、うん、なんか行けそうな気がしません、うんうんうん、また行けそうとか行くとか最近今日晩多いな意味がわからない、一瞬固まった、はい、うん、なんかサッカーそうやって耳入ってくるんやな、うん、あれどうしました、冷ややかな、冷ややかな、はい、行けよね、メール本当にありがとうございます、はい、はい、ということでね、以上、メールは、はい、以上ですね、メールは、はい、あ、そうか、この夏の目標とかって言ってましたっけ、言ってたよ、まあ、夏を満喫っていう言ってたよ、あ、で、痩せたい、そうそうそう、痩せたい、うん、えみちゃんは車の免許、免許はね、うんうん、そうですね、うん、じゃあ、ニューストピックスに行きますか一回曲挟みます、お、じゃあ一回曲挟みましょうか、はい、うんうん、ではこれは私のリクエストなんですが、うん、ケツメイシのまた君に会えるですね、このプロモーションビデオって見たことあります、なんかエビちゃんが、あー、見た、出てくるやつ、うん、見た、はい、エビちゃん好きやな、エビちゃんも好きなんです、萌えちゃんも好きなんですけども、 あの世代なんですが、あ、 そっか、あれがまたいいんですよね、この歌詞もまたいいんですよね、今度ちょっと聞かせていただきましょう、ではお願いします、ケツメイシでまた君に会える、な、あのいつも混乱せへん、仕込みからばっかり言うと混乱してきたよ、ここじゃないです、更新してみた、あ、こっちか、はい、今日はそれ、こっちは銀のこっちだな、こっちかな、あ、それ違うと言うストーリーだよ、あ、あ、でも一回もお母さん待ってるから、あれ違う、あ、違う、そしてこれ昨日難しいな、うん、未だに分からない、難しい、分かんない、あと削除ステッカーなどで、 ありがとうございます、2回ですか、
うん、もう俺初めて聞くかも、うん、あ、本当ですか、うん、なんか夏っていう、私の中では夏っていう感じ、ちゃんちゃんがずっとプロモーションで、もうこの 海をなんて砂浜をこうやって走ったり、ドライブ海着で海着でとか、あとドライブでのそうそう車に乗りながらで、海ちゃん、そうそうそう、知らないな。あとでこれ目標、ブルガリさんの目標来たから言ってあげて、はい、FMB のある昨日はここか、あ、これ出た。あと小座、なんかコメント来てるのよ、小座の方も。あ、そう、はい、小座わかんねえんだよ。俺小座出したるわ。小座読むわ。なんか外国の方っぽい、うん、メルシーね、これね、メルシー、フランス人か、フランスの方っぽい、そうですね、うん、ちょっと日本語のフランス人の方、レベルアップおめでとう、松崎茂って書いてある。しかも田中さんが今ここに、でも基本あれやな、うん、FM ギノワって言ってるな、ちょっと何か CM を挟みますか、はい、ちょっと何か代わりに、話の代わりに曲とか CM を挟んだ良さそうです、本当はそうですよね、はい、うん、CM 明けにニューストップって何て言うんだろう、これん、これ何て言うんだろう、あ、これ小嶋美佐子さんです、小嶋美佐子さんっていう、結構沖縄では有名な歌手がいて、わらび神とか、泣くなよ、やれんよ、へんよとか言ってる、そうそうそう、あ、有名な人なんだ、うん、誰が、多分こ、確かに小嶋美佐子さんっぽいね、小嶋美佐子さんっぽいね、ちょっと似てますね、小嶋美佐子さんが髪を束ねなくてガッて燃え、じゃあ、小嶋美佐子さんすぐ今すごい、三振弾いてる、ね、すごいな、持参で、え、三振持ってた、そっか、お父さん、車から持ってきたかもしれない、すごいな、ペンペン、あ、弾けるんだ、すごい、なんかのつどいになってます、本当ですよ、何なんだろう、あれあゆみちゃん、大橋巨泉さんと会ったことないの、会ったことはないですね、会ったことあるかなと思って、会ったことはないですね、全く、もうクイズダービーとかを見てたって感じですね、うん、これ、大橋巨泉さんの死去についてね、万全してや、はい、これさっき喋ってもね、ニュースね、あ、コメントないやろ、あんまり、ね、ある？大橋教授みたいな、確かに別のトピックに変えます、あ、もう別の海に変えるってことですか、そう、さっき番宣するって、あ、それはもうエンディングの方で大丈夫ですか、あ、ほんま、はい、あんな全然もう1分ぐらいなので、あんな1分か、最新の時から、そうそうそうな、BGM、まあでも巨泉さんなの、いろんなの出るからね、うん、先に巨泉さんの名物番組 11PM の写真がシャバダ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 バシャバダバダバダバシャバダ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 バ、いや、もうこの音楽な、俺らの年代より上の人にかけたらもう 11PM ってすぐ思い出すから、それだけ影響力があった番組なのよ、僕はあの、ね、小学校中学校の時にあの音楽を、ね、ドキドキしながら聞いてたんですよ、自分の家にテレビあって、おかんに聞かれへんように、ね、音量を調整しながらね、そういう時代あったんですよ、一時代があったんですよ、その胸の大きい方、母音って言ったのは、あの人やったんですよ、それびっくりしました、だからあの歌が母音やでとかいうのもあれからやからな、あー、なるほどね、母音やでとか、だって母音ってそれでイメージできるってすごいな、ね、確かに、もはやね、そういう言葉を ね作って流行語というか、うん、え、女の人ってやっぱり自分が母音になりたいとか思うの、母音になりたいと思ったことはないですね、そうやろ、うん、肩こるしな、母音は、うん、いや、なんてやっぱそういう、どうやったの、男性の注目を浴びたいっ
って思ったらみんなそういう風に感じる人もいてたんかなとか思ってんけど、ね、だってグラビアアイドルの子がそれをひけらかしてるわけでしょ、それを売りにしてるわけだから、ね、分かってやってるんだからね、うんこの赤飯ラーメン何回も聞くな、俺でも買おうとしたことないもんな。10秒前です。いいよ。はい、8、7、6、5秒前、4、3、2、1。はい、午後10時に移行しました、FM ギノワンキャプテンにマカチョーケーでございます。はい、FM 小座とも同時で生放送しておりますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、うん、ということでね、うん、あの続々とツイキャスも来てますが、うん、エコザイルさんからは、今だけ小ジャミサコモードに入った関西姉さんが海の声歌います、笑いって入ってますね。確かにこのスタジオから見たら小ジャミサコさんにも見えなくはないですよね。うん、なんかの会合になってます。本当にね、なんかのなんかユンタクというか始まってますけれども、僕には三振が ね登場してきて、そうですよ、すごいね、なんかあれがすごいな、羨ましいなと思うんですよ。僕にはザ・グレート歌舞伎にしか見えないですプロレスマン、プロレスラーのね。なるほど。でチャラい AKB ファンさんからは、うん、こんばんは、あれ収録ですか、火曜日じゃなかったかなということでありがとうございます。今日からですね、うん、土曜日の午後10時に引っ越ししております、うん、はい、ブルガリさんからね、うん、目標ね、いつも頭の中はいい女と出会えねえかなってしか考えねえと。そうですね。でじゃあ今年の目標は、うん、胸の大きい女性と出会うにしようと。おでもみんな男の人って大きな胸の人好きやと思ったら間違いやで、うん、あーそうなんですか。あれみんなイメージで言ってるんか、女の人はみんな男の人は大きい人がいいと思ってるでしょ、はい、勘違いしてるでしょ、うんうん、そんなことないですよ。あそうなんですか、まあ、本当それぞれって感じなんですか。そうですよ、僕大きい人ダメです、ね、あそういうなんとかせ、うん、この成人みたいな人いるじゃないですか。おっぱい成人って言っても大きいからおっぱい成人じゃなくて形がいいとか、うん、あのそういうのでおっぱい成人なだけであって大きいからおっぱい成人じゃないですから、うん、これはもう完全に否定しておきます。はい、女性の場合、はい、なるほど、はい、勉強になりますね。勉強になりましたね。僕もおっぱい成人ですけど大きいのが好きじゃなんじゃないです。あじゃあどういうのがお好きなんですか。アナウンサー入ってきた。今まあ、いや僕は B から D ぐらいの間までの人が一番美乳だと思ってます。うん、あやっぱり D 以上になるとやっぱ垂れてくる、うん、で乳輪が大きくなってくるっていう。どんだけなんか声を真剣にそんな話をされて、乳首が大きな人、500円玉より大きな人は無理です。僕は好みじゃありません。いやそれは僕の好みですけど、うん、でも他の男の人はもっと違う好みの人もいらっしゃいますので、うんうん、そうでしょうね、はい、逆に大きい方がいいって、大きければ大きい方がいい人もいらっしゃいますし ね、 そうですね。僕はそうです。いや、まあ、聞かれましたね、ちゃんと誠意、ね、ちゃんと誠意を持って、うん、ね、答えないといけませんから、ね、ありがとうございます。こんなに真剣に熱く語られるとは思ってないんですけれどもでもね、あそれぞれ ね、まあ、ね男性には ね、 そうそ好みがあるんですよね、あるということですね、うん、D は私は別にそんな答えてる、はい、大きさは別にかなと、まあ、あやはりそうなんですか。ただやっぱり普通の人間の心理として両極端なものはただ気になるっていうだけの話だから、でかすぎとか小さすぎっていうのはそれは気になるだけで、あとはまあ別にっていう、うんうんうんなるほどね。まあ、大塚健さんもあの、うん、目標に軌道修正しましょうって、あのこの、 あの大塚健さんはディレクターですかね、軌道修正して、はいはい、頑張っていきたい。なんかずっと、ね、見守っていてくれる感じで、ね、本当にお願いしますね、突っ込んでくださってありがとうございます。マチオさんはバランスがということで、あ、うん、やっぱりバランスも大切っていうことなんですね、うん、確かにね、はい、大塚健さんのことこれからジャロって言いますからねジャロね、うんうん、なるほどね。もう、うん、さて、うん、ニューストピックスに行きたい、はいはい、おメール来てるということで、はいはい、ではメール紹介しましょう。はい、はいはい、キャプテンあゆみさん、よしえさん、ひろきりこんばんは、関西姉さんよこんばんは。今日のテーマの夏の目標ね、痩せることかしら、最近小ジャミサコさんに似てるねって言われて少し傷ついてんのよ、どうやったら痩せられるのかしら、それでは最後までちばりようと来ておりますね
はい、何しとんねん深澤くん何しとんねん小沢さんにだいぶ失礼何しとんねんなんか出汁に使っちゃってるそうそうそういい出汁出てたけど ね、いい出汁出てたけどねここからなんかあるで、ねうん、あのゲゲゲの中に出てくる妖怪かと思いました本当にツナかけババアやろ言っちゃった言っちゃったツナかけババアって著作権ないやろないじゃん、うん、多分申請してないやろうーんどうなんですかねまあええわ、うん、まあ大した話ちゃうから次行こうかそれかあと1つ見えるまあでも痩せたいっていう方でね、はい、やはり夏になるとそういう露出っていうのが増えてくるので、うん、痩せたいって思う女性とか男性とかも多いかもしれないですね、うん、あ確かに6月ぐらいからダイエット食品は売れます、うん、健康食品なるほどね確かに、はい露出が増えてくるんで ね今おすすめのダイエット食品とかあったりするんですかセンナクキっていうねあのセンナってあの医薬品であるんですけど あれはね、はいあのまあ、葉っぱを使って、うんまあ、それが、まあ、副作用もあるんですけど、うんうん、茎があるんですよ、うん、茎は同じ、効能 で、うんで副作用が少ないとされておりますあで、まあセンナ茎粒っていう形で薬局とかには売ってたりあとお茶もありますけどねまああれは結構あのお通じの悪い方とかにはいいとされてますけどね、うん、名前からも聞きそうって感じですけども、ね、そうですね、うんうんうん、まああれはおすすめですね、うんうんうんはい、またメールが来てるということでお願いします、はいはい先ほどの銀のトロンボーンさんからですね、はい励ましの応援の言葉ありがとうございます、うん学科試験に合格すると今度は12月に実地試験の論文みたいな筆記試験があります、すごいこれを覚えるのがまた大変ですというふうに来ております、うん、じゃあさらに論文もあるんですね、じゃあ相当取るのが難しい資格なんです難しいやろうね、うん、論文ってね大学の時ぐらいしか、うんね、入試で勉強したぐらいかな、うん、でしょ、うんうんうん、大変ですね本当頑張ってください、うん、応援しております、ねはいうんうんはい、そして大塚さんからですね、小嶋美佐子さん一人歩きし始めて誰だか知りませんが面白いですねあ、はい、でも検索したらすぐ引っかかると思うので見ていただいてね、はい、本当に沖縄県内では本当に有名な、うんはいまあ、それから FM 沖縄にねこの時間帯に来ていただいたら、うん、あの似た方がいらっしゃいますそうですねそうそう、はいはい、見れるすごいなんかねスタジオのこのね異様な雰囲気そう異様な雰囲気を醸し出してますなんか向こうだけ妖怪の館になってますそうそうそう大丈夫です、はい、大丈夫ですかねそうですそう40分回ったということでね、うん、ニューストピックスに行きたいなと思ってるんですけれども、はい、あの残念なことにですね、うん大橋巨泉さん名刺会社が死去ということです82歳だったということですね、うん、僕はね、うん、11pm という夜のね、はい、番組がねあのまあ一世不備した時にね、うん、あの小中学生ぐらいですかねやっぱり夜な夜なね、うん、テレビを音量小さく親にバレないようにねしながら見てたんですけど、うん、やはりあの性というものをや、うん、まあ言ってみたらストレートではなく、うん、遠回しにやっぱり伝えてくれたと思うんですよね、うん、やっぱりあの僕らの時代ってすごいあの微妙な時期で、うん、その、うんまあ、性というものが僕らの父親とか母親の時代よりもちょっと進みかけてる時ですね、うん、で僕らの3年後4年後の子っていうのは、うん、やっぱり初体験 の、はい、あの時期がどうしても学生早くなって高校生だったりっていう人がすごく過半数になってきた時代でちょうど分かれ目だったんですよね、うん、でそこで僕らのその第二次ベビーブームっていうんですけど、はい、その時代が結構歯止めがかかったっていうのはまああの番組のおかげじゃないかなと思うんですで性犯罪も少なかったです非常に、はい、だからああいうところで見て、まあ、晴らしてるから、うんまあ、そういうことがなかったんじゃないかなと、うん、今結構やっぱりそういうのが多いっていうのは、うん、やっぱあの今何々言ったらダメとか、うん、あるでしょ、うん 規制がね、規制があって、うん、結構情報を得るのには特別なことをしないと、うん、情報を得れないっていうんでやっぱりこう男性というか、うん、の心理を何か変な部分でね、うん、くすぐるんじゃないかなと思うんですけどね。なるほどね。あ、じゃあ 11PM って多分一度もあまり 見たことがないかもしれないんですよ、はい、いや世代がちょっとずれてる、はい、そういう番組だったんですね、はい、まあ、極端な話言うと、うん、水着を着た方がもう普通に露出 されてると、はい、でしかもその芸能界に近い方だとか、うん、あと芸能人でも、まあ、ボインっていう言葉がね、はい、あそこで生まれたんですけど、はい、あの浅岡幸二さんとか、うん、あの胸の大きい方をの胸について、うん、あの司会者がストレートにこう突っ込む
っていうのがね、うん、それまではタブーやったんですからね、有名人の方の胸が大きいとか、そういうことを言うこと自体がダメで、今やったらもうセクハラやっていう話になってしまうんでね。はい、私の中ではもうクイズダービーのイメージが本当にすごくて、もう原平に何千点みたいな、そうですね、うんうん、本当にもう司会者というかね、うん、あの徳光さんが言ってましたけども、司会者が主役になったっていう、そうですそうです、うん、初めてね、うん、パイオニアというか、うん、あの人の後に逸見さんがね、亡くなられた逸見さんが、まあ、主役になった感じがありましたけれども、うん、まあ、あの巨泉さんの場合は長かったですからね、うん、期間がね、逸見さんはやっぱりちょっとあの絶頂期が短かったですから、うん、あのまあ、巨泉さんは偉大やったんでしょうね、うん、でもあのセミリタイアすると60になったらするっていうこともちゃんと言われてたことをちゃんと実行されましたし、うん、そうですよね、だから、うん、上岡龍太郎さんなんかが、うん、がリタイアきっちりしてるのもやっぱりあの人の影響があったんじゃないかなとも思いますし、あの後の有名司会者っていうのはあの方に影響を受けたんじゃないかなと、うん、はい、なるほどね、思いますけど、ね、本当に各界の、ね、皆さんに影響を与えたっていう感じですけれども、うん、はい、なんか D は大橋巨泉さんのイメージというか、でもそうですね、あの僕ら世代はあんまり多分巨泉さん の, そのリアルタイム知らないので、うん、だからそれこそ過去の映像だったりとか、うん、その芸能人のエピソードとして巨泉さんが出てきて、あ、こういう方だったんだなっていう風な、うん、昔のすごい司会者みたいなイメージですかね、うんうん、そうですよね、うん、いろんな方が、ね、メッセージとかをあのこの、ね、亡くなられた時に、うん、あのね、寄せてたのが、はい、やはり偉大な方だったんだなと思いますよね、うんうん、ちょうどそれに合わせて大橋巨泉さんと A 六輔さんの対談を最近やってたんですよ、テレビで、はいはい、すごいなと思って、やっぱりその A さんはラジオにこだわって、うん、で大橋巨泉さんはテレビにこだわったっていう、その放送界 の, その両重鎮がその対談してた話、すごく面白かったですね、うん、なんか吉江さんは、うんうん、私もクイズダービーのイメージしかなくて、そうですね、私たち世代は ね、うん、あのチャララララ、はい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 、そう、あのね、オープニングとか、あとそのね、そう合間合間のね、うん、そうそうね、本当にで、あの原平さんに全部っていうのはすごい、なんか私の中で、ね、そう印象ありましたよね、竹下恵子さんとね、そうそうそう、三択の女王ね、そう、はいはい、俺は篠田教授が好きやったいましたね、そういえばいやでもあの司会者、私ね、司会の仕事とかもしてるんですけど、思うんですけど、司会者がやっぱりこれ言っていいんだっていうのが許されるのは割と巨泉さん、確かにね、巨泉さんだからこそというか、そうだからこそっていう、結構こうさらっとドライなことを言ったりとか、バッサリ切ったりとかされるコメントとかも巨泉さんなら許されるみたいな、なんかそういうのの、私はなんかこの草分けじゃないですけど、うん、先駆者みたいなね、そうそうそうっていうイメージ、うん、あんまりその私はその前 の,、うん、あの司会者の方をその詳しくしてるわけでもないし、うん、っていうことはあるんですけど、ただ女性が言うと失礼なこととか、うん、やっぱり男性でも若い人が言うと失礼とか、まあいろいろあると思うんですけど、やっぱり巨泉さんだから言って笑いが取れるとかっていうのは、うん、やっぱりあるんじゃないかなって思うんですよ ね、 確かにね、そういう意味ではやっぱり同じこう、うん、もう同じっていうのも本当におこがましい話すぎるんですけど、うん、ただやっぱり喋ることを仕事にしてるものとしたら、うん、やっぱりなんかあれが許されるっていうか、ね、やっぱりすごいなっていう感じ、確かにね、同じ、うん、ね、仕事というかそういうのをやってたらよりね、よりあの方のすごさというか、そう思いますよね、で的確じゃないですかコメントが、うん、ここでこれ言ったっていう、うんうんうん、やっぱりその的確さ、言葉の選び方とか、うん、発想とか切り口がやっぱりすごいなって、そうですよね、しかもあの生とかにこだわったりしてたんですよね、うん、確かね、うんうん、その自分にも厳しくて、うん、でなんかね、皆さんから自分にもわがままでとかっていう話とかもね、うん、結構ありましたけれども、うんうんうん、本当にね、もう司会の本当にパイオニアというかね、うん、それを築いていた方だなっていうのを、まあ、司会のね、うん、プロね、お二人ですから、その方からしたらね、余計にわかるんでしょうな、うんうんうん、なんか もうもはや巨泉さんにだからこそというか、巨泉さんに突っ込まれたいみたいな、ね、人たちも結構出ている、本当本当そうだね、うん、と思いますよ ね、 なるほどね、まあ、あのご冥福を本当ですね、はい、思います、はい、本当にですね、はい、大塚さんは、小学生の頃テレビがいつ終わるのか夏休みに見たいと思って父に原骨もらったのを思い出しました、うん、みんなそうですよ、経験、うん、男性やったら経験あります、僕らの世代はね、え、吉江さんもバッサリ感あると思ったの私だけって同じように言われて本当ですか、うん、ありますか、まあ、あの仕事の時はそうじゃないですか
まあ普段は結構ぼーっとされてます、ね、そうなんですね、はい、じゃあやるときはちゃんとしっかり、もうここ出た瞬間オフになりますから、ね、そうなんです、何も考えてないですからね。だから僕なんかあゆみちゃんがねオフの時って、うん、どんな感じなんかなって僕は、私あんまり変わらないですよ。変わらないですかね。こんな感じ。あ、こんな感じですか。はあ、はあ、はあ、はあ。僕オフの時もうほんまに電気止まってますから、ね。電池入れてますから、ね。ダダ漏れ。もう漏電。とこう。あのそうそう、この間のあのね、あの、うん、何やったっけ。あのペッパー君、うん、ペッパー君がこう死んで、そう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 、あロボットの、そうそうそう、ペッパー君が、ペッパー君死んでた状態ですね。そうそう、結構私ももう本当ショートしてるっていうか、もうすぐショートしますね、もう出た瞬間、もう仕事終わったと思ったら、うん、もう適面オフになりますね。なるほどね、うん、でもオンとオフのね切り替えをしていかないとね、ちょっと疲れちゃったりしますから、うんうん、それは言えますね、オンの時はバッサリ、うんですね、うん、なるほどね、うん、はい、じゃあそれも若干合ってる感は否めないというか、うん、そうですね、よく分かってらっしゃいますね、うん、大塚さんね、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、うん、あ、じゃあメール来てるということなんでお願いします、うんうん、はい、銀のトロンボーンさんがですね、自分も胸の大きい方はあまり、確かに目はいきますが好きなサイズは B ぐらいがいいですって来ています、うん、結構、あ、B カップとかが好きなんですね。僕もそうですね、 BC が好きですね。あのビブ、うん、ビブ、ビムネ、ああなるほど、ビムネ、あの美しいじゃなくて、はいはいはい、微妙のビ、微妙のビ、あの、うん、本当にそれも結構ブームというか、うん、もうビムネがビムネが好きっていう男性もいらっしゃるみたいですよ。いや、今ブームなんですか。ブームブームではないけど、やっぱりこう根強く好きみたいな人はいらっしゃるみたいですよ。一番女性が、まあ、うん、服着て、うん、やっぱりあの素敵っていうかラインがいいなって思うのは BC とか ビムネじゃないですか。あんま大きすぎるとやっぱりちょっとあのエロティックになるでしょ。うん、確かにね、うん、あまり似合わないというか、あの洋服とかになっちゃったりとかっていうか、なんか、ね、で童顔の顔のか女性が胸ベッチボカーンってでかかったら、ちょっとこっちが見づらいでしょ、うん、あなんかちょっとアンバランス感があるでしょ、うん、ああいうのあんまりね、どうなんでしょうね。高校生の時とかってなんかもうどれぐらい漏れるかっていう、うん、あ、そう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 、ね、あった高校生大学生の時ってもうどれだけパッと詰めるかっていうか、まあそうだね、あ、本当にあのなんかこの音楽聴きながらパッとの話をする、うん、まあパッとがあかんっていうあかん、ちょっとしんびりなムードになってきてますよ。でもなんか本当に ね、あの大きくしたいとかって思う時期ですよね。やっぱ女性としてね、まあ、アピールしたかったでしょ、ね、そうそうそう、ブルガリさんがね、俺は親父が持っていた裏ビデオを見つけてげんこつもらったとか、まあ、やっぱ男性あるあるかもしれないですね。あるあるかもしれないですね。皆さんぜひあの新しい時間帯にお知らせしましたけど、今ぜひって言うたから、ぜひ見てくださいって言うんかな、間違えました、ね、ぜあの時間帯にお引越ししてからの、はい、あのどうですか、お引越ししましたけれども、うんうん、やっぱり言いたいこと言えるよね、うんうんうん、だからまあ、いいですね、うん、いいですな、メールまた紹介してください、はい、うん、船長あゆみさん、よしえさん、LOD こんばんはエコザイル出すよ、今年の目標、彼女欲しい、現場から以上です、スタジオにマイクお返しします、じゃあ後からやーって来ております、 ありがとうございます。エコさん何しとんねん、 あ、なるほど、彼女さんがね、はいはい、これ永遠なるテーマというか ね、ちょっとあれかもしれないですね、確かに確かにね、まあでもね、あの彼女欲しいって言ってる時が一番男は輝いてますよ、で女の人も彼氏欲しいって言ってる時が輝いてるんじゃないかなと思いますね、頑張るというかね、美意識が高くなって、ね、ブルガリさんからは、男が車好きになるのはきっと女性の美しいボディを思い出すからなんでしょうね。あ、よく前から言いますよ、車乗り換える人って女も乗り換えるって言いますからね、あ、じゃあもう一緒というか、はいはい、で僕はこうたくさん車を持ってるから どういうことになるんでしょうねやはりあの曲線とかが女性のこのあれ、このボディと一緒だ、近いかも分かりません、連想させるものがあるということなんですかね、はあ、いろいろ勉強になりますね、勉強になりますね、夜のこのお時間帯は、はい、まあ、大人の事情でねいろいろ楽しくやってまいりましたけど、 D はいかがでした、この時間帯変更しましたけど。いやでもまた全然違った雰囲気で良かったんじゃないですか、うんうんうん、そうですね、はい、すっかり気遅れしてるじゃないか気遅れしやがって、いえいえ、エコザイルさんからということはキャプテンは点点点笑い書いてますね、うん、あ、名古屋のダンサーズさんからです、ありがとうございます。ダンサーズが幼稚園児の時に父親の車のセルを回して壁に激突し、大破しました、笑いということですね、
あ、ちょっと危ないですね本当に、ね、うん、まあ、今生きてらっしゃるんでね、うん、こうやって追加されてると思いますんで、うん、はい、よかったですね、うん、で吉井さんからまたね番組の、ね、告知もあるということですね、うん、そうでした、忘れてました、はい、おい大事なところですよ、大事、大事、何してきたとかなと思う、そうそうそう、土曜日もう時間的には終わったんですけど、はい、土曜日の夜8時から新しくサタデーニュース20というニュース番組を始めまして、今日からスタートだったんですけど、はい、また毎週土曜日始まりますので、うん、合わせてぜひね8時から9時まではその番組見ていただいて聞いていただいて、うん、その後は10時からはキャプテンにマカチョーケを、引き続きお楽しみいただくという、ね、土曜日の夜はこれでいかがでしょうか、ね、という夜は、うん、夜8、土曜は夜8時から、はい、11時までぜひよろしくお願いいたします、うん、ということで私からもねお知らせがあります、はい、私が講師をしておりキーズ沖縄校アナウンススクール、県内で唯一のアナウンススクールキーズ沖縄校の無料体験会開催のお知らせです、うん、来月10日水曜日、8月10日水曜日ですね、午後6時半から8時まで、無料体験会を実施します、沖縄県男女共同参画センター那覇市にあります西町の、ね、ティルルで、やりますので、ぜひぜひ皆さん興味のある方はご参加いただきたいと思います、うん、はい、ありがとうございます、うん、ご参加の方には女子力就活っていう本を1冊プレゼントいたしますので、ぜひ皆さんご参加ください。僕も女子力上げたいな女子力なんですかよろしくお願いします。だんだんねおねえなキャラにもねなっていってますけれどもはい、うん、ということでね、うん、もうあと30秒ですよ、うんうん、明日もね日曜日、うん、野外でのねお祭りなどイベントが盛りだくさんでございますので、うん、皆さんこまめにね水分補給とかまた日傘、この間俺マスクかぶってる時同じこと言うとったな。あ、本当ですか日焼け止めクリームとかね紫外線対策、うん、熱中症などには本当に十分にお気をつけください、ね、うん、日焼け止めはメナードですこの2人も使ってますから、ね、はい、本当ね、はい、メナードですね。ではまた来週土曜日10時にお目にかかりたいと思います、はい、ここまでのお相手はやらあゆみとキャプテン D です。そしてゲスト、はい、はい、ではおきーおきー、 おきー。今日テンション高かったやろ。ありがとうございます、お疲れ様でした。テンション高くせんとな鼻声が出てるそれでエコザイルさんなんだ。そうそう、エコザイル今更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 